電話番号教えてみたいになって、あれ私が教えたんじゃないよね。じゃない、電話番号俺も聞いたわけじゃない、ね、そう、あ、そうだった、そう、一緒に行った男が電話番号聞いてた。そう、だから周りの人がなんとなく、今考えたら不思議なね、ご縁だよね、うん、いや俺の一目惚れだもん。あ、そうなんですか、うん、うん、あのね、なんか怖いことしてよあのだってじゃんじゃん電話が鳴ったりさ、やっぱりほら私教えてないわけだから、はい、あ、最初はもう電話講義だ、電話来たのね、うん、それで落合ですって言うから、どこの落合さんって、そしたらあの野球選手の、え、それで初めて野球、うん、野球選手ってなって、それでびっくりしてね、何回か電話くれたりして、それで私が野球選手でテレビに出るのにあなた出ない、まあ二軍って言ったから、あの給料ってどのくらいなのとか、どの位置にいるの、それから、年はいくつ、私はいくついくつとかね、私3つちょっと若めに言ったけど今考えたら9つ違うのに、落合君より私3つ上だよとかさ言ってね、あの気さくには電話ね話してたよね、確かに。それでね、年俸聞いたの、あの給料っていくらぐらいっつったら360万、ね、えってなって、私も360万って言ったら、年間あったら月30万、わ、少ないな、ね、プロ野球で360万っていう、普通年俸野球選手っつったらすごいのは、それは常識的にね知ってたんで、でも二軍の選手だったら当たり前かな、そのぐらいがと思った。それでおじいちゃんを見てたのよね、あなたね、おじいちゃんに毎月いくらか、あのひいおじいさんかな、優しいから、あのおじいちゃんにあのちょっと医療費、それをしてるんだってやってたから、あのその辺が関心だなって、お金のこともきちんとしてたしね。じゃあまあ、そういう方って今真面目な方だなっていうことで、そうそう、付き合い始まったってことですよね。うん、真面目だし、まあほとんどものを言わないから真面目に見えるのね。真面目に。だってね、私みたいにいろいろ言ったら、ああ明るいやつだなとかさ、ここはうるさいなとかってなるけど、静かなんだから、仏像のように。ね、静かよね。でも母が気に入って、あのいい子だねって。で、私は弟感覚。どうかオレルーチャンネルをよろしくお願いいたします。見て登録してください。